元祖プッツン女優と言われた秋吉久美子さん。息子さんに先立たれましたが、未だにその事件は謎のままのようです。トラブルに巻き込まれた可能性もあるようですが、息子さんに一体何があったのでしょうか。今回は秋吉さんの結婚歴や息子さんとの関係についてまとめましたので紹介します。秋吉久美子さんのプロフィール。本名小野寺久美子。生年月日1954年7月29日。出身地静岡県富士宮市。身長162センチ。血液型 O 型。学歴早稲田大学大学院公共経営研究科専門職学位課程公共経営学専攻。所属事務所合同会社秋吉。経歴。秋吉久美子さんは高校3年生の時、受験勉強中に聞いたラジオの深夜番組で映画のオーディションがあることを知り、親に内緒で受けると高橋洋子さんに次いで次点となり、ヒロインにはなれませんでしたが、1972年映画旅の重さに出演し女優デビューを果たしました。その後大学に行こうと受験しましたが落ちてしまい、地元の福島県いわき市で予備校に通って浪人生活を送っている時に、アングラ劇団のはみ出し劇場と出会い衝撃を受けます。その時受けた衝撃がきっかけで女優になろうと真剣に思い始め、劇作家の内田栄一さんの妻内田由紀さんを頼り、1973年に上京しました。上京後最初の仕事は赤福餅の CM でした。1973年に映画花心中のワンシーンに出演し、同年撮影した映画16歳の戦争では主演を務めましたが、この映画は難解だという理由から公開が3年後になりました。その後も少しずつ出演作を増やし、人気ドラマ太陽に吠えろや主演を務めた青春映画赤ちょうちんがヒットし知名度が上がりました。1988年には人気番組だったクイズダービーにもゲスト回答者として多数出演し、2006年には歌番組の司会など活躍の場を広げていきました。結婚するも、秋吉さんは25歳の時にフォークグループ青い三角定規のメンバーで作曲家の岩久茂さんと結婚しました。岩久さんとの結婚は出来婚で、結婚したかったというより子供ができたから責任を取ったってことと話していました。また当時結婚はイメージダウンになると所属事務所に猛反対されていて、仕事に支障は来さないと押し切って結婚に至ったと明かしています。岩久さんと付き合ってすぐにプロポーズされた秋吉さんは、2年間気持ちが変わらなければと答えたところ、ちょうど2年後に妊娠したため、これは神様の啓示なんだと思い入籍に至ったと振り返っていました。出産後は子育てのため2年ほど芸能活動を休止しました。芸能界に復帰すると仕事が忙しく、息子を3歳から中学卒業までいわき市にある秋吉さんの実家に預け、祖父母に育ててもらったそうです。そのような状態になったのは結婚生活が事実上破綻していたためでした。夫とはすでに別居していて、結婚から10年後に離婚しました。その後2004年50歳の時に26歳年下の日系アメリカ人の映像クリエイターと再婚しましたが、翌年にすぐ離婚し、その1年半後に同じ男性と再び入籍しています。結婚と離婚を短期間で繰り返した理由について、秋吉さんは、1度目は情熱と本能で結婚したけど、2度目は覚悟で結婚したと話すように、気持ちの変化がありました。その心情の変化は、離婚後に秋吉さんの母親が癌を患ったことでした。離婚していたにもかかわらず、母親を心配してくれた夫が秋吉さんを支えてくれたことで再婚につながったようです。ただその覚悟の再婚も続かず、結局2014年に離婚しました。
離婚の理由について、生活をしていく上で年を重ねるにつれて年齢と経験による温度差が精神的に疲れるようになり、離婚という結論に至ったと説明しています。離婚した2週間後に元夫は薬で逮捕されていたようです。性格はどうなの？これまで秋吉さんは演技だけでなく発言でも注目を浴びてきました。デビュー当時のインタビューでは、面白くもないのにカメラの前で笑ったり、俳優ってバカみたいと発言して話題になりました。秋吉さんのこの発言は、デビューして間もない若い女優にありがちな発言を求めてきた記者に対しての反発心から来たものだったそうです。他にも結婚した時に子供を卵で産みたいと発言し、新人類などと呼ばれました。卵で産みたい発言については、女性が仕事をしながら子供を産むことが大変だということをアンに伝えたかった、できることなら3年ぐらい保存しておきたかったんですよ、特に移る仕事ですしね、と後に明かしています。さらに映画の番宣で呼ばれた番組では、共演者が話している中別の方向を向いていたというエピソードもあります。こういった奇抜な行動や発言から、性格がきついプッツン女優と言われるようになったのです。秋吉さん本人は当時の言動について、不器用だったのかなと振り返ったこともありました。息子への思いとは？2015年、秋吉さんの一人息子が大学病院の敷地内で転落によって亡くなってしまいました。当時35歳だった息子は定職にはつかず、知人の家に居候しながら警備員のアルバイトをしていたそうです。そんな息子は暗がりの中、病院の非常階段から柵を乗り越え、階段に飛び移ろうとして約9メートル下に転落しました。しかも遺体は3日間発見されなかったとのことです。この事件は謎の転落死とも言われ報道されました。なぜ息子が病院に行ったのかも不明だったそうです。病院の防犯カメラには黒いカバンを2つ持ち、逃げるように走って非常階段の柵を乗り越えようとしている姿が映っていました。一度は進んできた道をまた引き返すといった不可解な行動をしていたようです。さらに持っていたカバンの一つは息子自身のものでしたが、もう一つは近くの工事現場の作業員のもので、窃盗をしていたことが分かっています。関係者は、誰かに追われているようにも見えたと話していて、なぜ転落してしまったのか、様々な噂が囁かれるようになりました。カバンの持ち主がいる工事現場の関係者曰く、すぐ近くの工事予定の土地でトラブルがあり、ある障害者施設をめぐって多額の詐欺疑惑が裁判沙汰になっていたといいます。その土地がトラブルに関わっているという噂があり、カバンにはその裁判に関わる資料が入っていたのではと囁かれていますが、事件は謎のままのようです。秋吉さんは亡くなった息子について沈黙を貫いてきましたが、2019年、自身のブログで息子への思いを明かしました。今日は亡くなった息子の誕生日と綴り、二人は常に連なって一緒に生きている。という意味では、私が生きている限り、私の人生を大事に真摯に生きないとな、と思うのです、と息子の分も一生懸命に生きていくと書いていました。現在は、秋吉さんは2007年、早稲田大学大学院の公共経営研究科専門職学位課程公共経営学専攻に入学しました。若い頃から芸能界に入った秋吉さんは、表現することで自分の内部を出し続ける年月だったので、これからは出して抜けた部分を補う時間を作りたいという思いから入学を決意したそうです。2009年、同研究科を10人中の総代として修了し、公共経営修士を取得しました。2013年には、育った土地である福島県の東北未来頑張っぺ大使に就任しています。女優業だけでなく、政治家を対象とした講演活動を行うなど、
活動の幅を広げています。発言が注目されることが多かった秋吉久美子さん、言葉足らずで誤解されることが多かったようですが、その発言の裏にはしっかりした思いがあったことが分かりました。息子さんの分まで一生懸命生きてほしいですね。今後の活躍も応援しています。あなたはどう思いましたでしょうか。これからも挑戦を続けてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。